ベア側の虐殺は、1863年1月29日に、当時のワシントン準州南東部ベア側と、ビーバークリークの合流点で、アメリカ陸軍が、少々人族インディアンを無差別虐殺した、軍事行動である。この戦場跡は現在、アイダホ州フランクリン軍プレストン市近くに位置する。アメリカ陸軍文献隊は、少々二族に対抗する、 ベア川遠征の一部として、パトリック・エドワード・コナー大佐に引きられた。少々に遺族の夏の野営用住居、19世紀、後半この当時、スーフベオゴイと呼ばれていた、キャッシュバレーは、伝統的に、北西部少々に遺族の狩猟場であり、特に穀物や草の種の集積場であると同時に、ウッドチャックやジリスのような小動物と、鹿、エルク、 バッファローのような大型動物療法の狩猟場であり、さらにはカワマスも取れる場所だった。この山岳渓谷は、白人の毛川交易業者や罠漁師も引き付け、ジム・ブリッジャーやジェデッド・アイア・スミスのような罠漁師や、探検家がこの地域を訪れていた。キャッシュバレーという名前は、これら罠漁師が、周辺の山脈における狩猟業の、 中心準備地域としてこの渓谷にその毛皮と物資の倉庫を置いていたことから生まれたものである。罠漁師たちはこの地域に大変感銘を受けたので、ブリガム・ヤングにモルモン開拓者の当初定着の場所として検討するよう推薦したくらいだった。ヤングはここではなくソルトレークバレーを選定したが、それでもモルモン入植者はキャッシュバレーにも移動することになった。 1847年7月31日には、すでに、約20名の少少人遺族代表団が、モルモン入植者と会見して、ユタ北部の土地所有権主張について検討した。カリフォルニアトレールとオレゴントレールが確立され、1847年には、ソルトレークシティが設立されたことで、少少人遺族は、精神する、白人移民と常に接触するようになった。 1856年までに、ウェルズビルをはじめとして、キャッシュバレーでは、初の高級的入植地と農場が作られ、次第に、北方へ伸びていった。当時、モルモン教徒の主導者である、ブリガム・ヤングは、モルモン入植者が、周辺の先住インディアン部族と、友好的な関係を築き上げることを提唱し、特に、戦うよりも食べさせる方針を強調した。しかし、 この方針とは裏腹に、白人は野生の食料資源を取り尽くし、さらに彼らによる土地の集奪のために、次第に狩猟採集民である、少々に遺族は、食べ物の少ない地域に追いやられることになっていった。さらに、西へ向かう、滅場社体の白人たちが、食料を調達したり狩猟を行うことで、少々に遺族からさらに食資源を奪う結果となった。 1859年にはすでに、ユタ順州インディアン問題監督官、ジェイコブ・フォーニーがこれを認めるところとなり、インディアンは、白人が入ってくることによって貧窮化が進んだと、記している。フォーニーはさらに、キャッシュバレーに、インディアン保留地を作って、少々に族にとって、基本的な資源を守ることを提案した。この提案を、 アメリカ合衆国内無償とその上官は無視した。少々に遺族は絶望的に飢えてきており、報復のためではなく、生き残るために、近くの農場や牛牧場を襲うようになった。1862年早春、ユタ順州インディアン問題監督官、ジェームズ・デュアンド・ティは、キャッシュバレーで4日間を過ごし、かなりの数のインディアンが飢えて貧窮した状態にある。 私の前任者は彼らのために何の対策もしていないし、衣類や食料もない。インディアンたちは生きていくために公益所に泥棒に入りかねない状況だと記した。ドティは食料を買い求め、それを呑気に分配した。インディアンたちに家畜を与えれば、小敷ではなく、牛飼いにすることができると考えたのである。1862年7月28日。 キャッシュバレーの真北にあるモンタナ準州南西部の山岳地グラスホッパークリークでジョン・ホワイトが金を発見した。このことで近郊に最も近い物資供給店であるソルトレークシティと鉱山キャンプの間にキャッシュバレーの中央を抜ける移民と物資供給の道ができた。少々に遺族は定住を行わず獲物を追って移動生活を送っていた。 狩領民族である。米軍は以後、彼らの足取りを追うことに、薬期となっているが、そもそも、放浪は、少々に遺族の伝統文化である。1861年に、南北戦争が始まった時、エーブラハム・リンカーン大統領は、この時州になっていたカリフォルニア州が、アメリカ合衆国から独立するのではないかと危惧した。リンカーンは、議会の承認を得て、 カリフォルニア州民から数個連帯を募り、西部と東部をつなぐ、郵便配送経路と通信線を守るために配置する、要具体的な命令を出した。さらにブリガム・ヤングが、ユタ順州は、連邦政府に対して、忠実なままであると電報を打って保障したにも、かかわらず、リンカーンも陸軍省もこれを信用しなかった。モルモン京都が、インディアン部族と結託して、 ユタ州にやってくる皇族の入植者を虐殺したユタ戦争やマウンテン・ミードオーズの虐殺でモルモン教徒が取った行動はまだ軍隊参謀たちの記憶の中に鮮明だった。モルモン入植者の大民兵隊はこの時連邦政府に対してではなくブリガム・ヤングの要請に応えていたのである。パトリック・エドワード・コナーパトリック・エドワード・コナー大佐が カリフォルニア第三志願不評連隊の指揮につき、山越えの郵便配送経路を守り、地域の平和を保つという直例で部隊をユタに移動させた。ユタに到着すると、モルモン神殿建設地とソルトレークシティ中心街が見通せる場所に、ダグラストリデを部隊の主要作戦基地として設立した。1862年の夏と秋にあった、いくつかの出来事が、 少々に遺族とコナー大佐の間の衝突に繋がっていった。これらの出来事を一つ一つ見ていくと重要ではないように見えるが、一つにまとめるとミシシッピ川の西側ほとんど全体に関わる広範な闘争の姿が見えてくる。この時期アメリカ合衆国全体の注意は東部州で進展する戦いに向けられていた。現代の歴史家たちは二つの異なる 順州司法権の境界が曖昧な地域で事件が起こったために、しばしば、これらの事件を見過ごしてきた。核事件は、地理的に近接したところで起こったが、それらを取り扱う管理中心は互いに1000マイル以上、離れていた。実際に、現在のアイダホ州フランクリン近辺や、紛争の一般的な場所は、ユタ順州内と考えられ、 フランクリンの住民は1872年までユタ順州議会に選出した大議員を送りユタ州キャッシュ軍の政治に参加していたその1872年に一つの測量チームがフランクリンなどは実際にはアイダホの中にあることを指摘したサミットクリークのある白人が彼の馬がいなくなっていることに気づきサミットクリークで釣りをしていた若いインディアンを馬を 盗んだ角で告発した。イギリス人移民でサミットクリークに最初に住み着いていたロバートソーオンリーは、インディアンの若者が柳に結びつけられて渓流に、つけられたビクの中の魚がまだ生きていたので、馬を盗み、それを隠し、また釣りに戻ってくる時間はなかったはずだと指摘して、若者を弁護した。 しかし、地元の陪身はいずれにしてもそのインディアンの若者を公主刑にした。この若者の名前は、地元の歴史の中で、パグウィーニーと伝えられてきた。後の情報では、パグウィーニーは、少々に英語で魚という意味であり、この若者は、単に、私の魚を見ろか、私は釣りをしているだけだといった可能性が強い。このインディアンの若者は、 地元の少々に遺族集長の息子であることが分かり、数日のうちに、インディアンたちは、近くの渓谷で木材を集めていた、メリール家の赤者二人を殺すことで報復した。1859年の夏、ミシガン州からやってきた19人の白人入植者隊が、ホールトリレに近いオレゴン道を旅していたところ、少々に遺族と見られる一団に攻撃された。 銃撃戦は夜に起こり、入植者たちの何人かが殺され、生き残った者は、ポントヌッフ,フ川に沿って逃れ、ガマの保や柳の子立ちの中に隠れた。3日後、わらわら鳥のリビングストン中尉に引きられる、竜騎兵一個中隊がこれら生存者たちに出会って、事件の正式な調査を行い、攻撃の残忍さに関する報告書を作った。 アメリカ軍に救出されたルーベン・バン・オーナムの写真。左は、叔父のザキアス1860年9月9日、イライジャ・オッターが、オレゴンドーで一軍の移民を引率している時に、バンノック族とボイシ少将に遺族とみられる一団に、攻撃された。これらのインディアンをなだめようと努めたにもかかわらず、攻撃が続き、移民隊のほとんど全員が殺され、家畜が追い散らされた。 アレクシス・バン・オーナム、その家族及び他の約10人は命から柄にすべて放り出して逃げ出し、近くの下屋部に隠れたが、虐殺されてしまった。後に彼らはエフティデント大尉の率いるアメリカ軍一個中隊に発見された。この中隊の士官の一人、マーカスリの注意がバン・オーナム家の6人の切り刻まれた遺体に出くわした。 バンオーナム家の子供たちのうち4人は明らかに攻撃してきた戦士たちに捕虜として連れて行かれていた。この事件の直接の結果として現在のアイダホーボイシができた場所近くに軍隊の取り出が築かれそこでジョージライト大佐は五個中隊を維持できる軍事基地を作るために連邦政府に15万ドルを要請した。アレクシス・バンオーナムの兄弟であるザキアスは オレゴン道に行ってきたばかりのある親戚から、ザキアスの老いと同じ年頃の、小さな白人少年が、北部少々に遺族の集団に連れて行かれ、キャッシュバレーにいるらしいという話を聞いた。ザキアスは、それが、老いのルーベン・バン・オーナムだろうと考え、友人の小集団を集め、準州政府から何らかの援助を得るために、ソルトレークシティに行った。ソルトレークシティに着くと、ダグラストリに、 コナー大佐を訪ね、その老いを取り戻すための援助を行った。コナー大佐は援助することに同意し、エドワード・マクギャリー少佐の指揮する、騎兵分献隊を、キャッシュバレーに派遣し、プロビデンスの町近くでバン・オーナムと落ち合うように、手配した。バン・オーナムは、ベアハンター州長のいる、少々に族戦士の小集団がいる場所を、突き止めてから、 まもなくマクギャリーの部隊と合流し、少々兄族が近くのプロビデンス渓谷に交代するのを追った。マクギャリーは、インディアンを見つけ次第、誰でも殺せという命令を出していた。少々兄族が渓谷の中で防御的人地を構築した後で、少々兄族とアメリカ軍の小競り合いが約2時間続いた。その後、ベアハンター州長は丘に上り白旗を振って、 幸福の合図を送った。ベアハンター州長は白旗を掲げたが、アメリカ軍は幸福も和平の朝廷も認めず、州長と約20名の戦士たちは捕虜にして、プロビデンス近くのアメリカ軍宿営地に連行した。ベアハンター州長は、白人の少年の所在を尋ねられた時、その少年は数日前に遠くへ送られたと言った。マクギャリーは、ベアハンターに対し、 部族員数名を派遣してその白人少年と共に戻って来させ、その間ベアハンターは4人の戦士と共に人質にすると言い渡した。翌日の正午までに少々に遺族は小さな少年を連れて戻ったが、その少年はルーベン・バン・オーナムの養子書きに合致していた。ザキアスはその少年を保護し、長い間、行方がわからなくなっていた老いだと宣伝して少年を オレゴンの自分の家に連れ帰った。少々二族は、この行動に抗議し、その少年は、フランス人毛皮な漁師で、別の少々二族集長であるワシャキーの姉妹の、息子だと主張した。アメリカ軍はバンオーナムと少年のことは放っておき、勝利を宣伝して、コナー大佐には、人命も馬もいささかも失われることなく、少年を救出したと報告した。 ベアハンター州長は、その後、キャッシュバレーの入職者たちに苦情を言い、入職者たちは、アメリカ軍に対して、自分たちをもっと早く助けるべきだったと抗議した。ベアハンター州長とその部族の選手たちと、約70名のキャッシュバレー民兵隊との間に、紛争が起こった後で、入職者たちはその状況を解決するために、 最良で最も安価な政策として、二頭の牛と、いくらかの小麦粉を提供した。1862年12月4日、トナーは、マクギャリーを、キャッシュバレーへの新たな遠征に送り出したが、この時は、以前に盗まれていた家畜を、少々に遺族の野営地から取り戻すことが目的だった。隠密にことを進めたにもかかわらず、少々に遺族は、野営を払い、 アメリカ軍が到着する前に逃亡することができ、川の渡し場に繋がれていた船の綱を切っていた。マクギャリーはその部隊を川向こうに渡らせることができたが、馬は、とかできなかった。油断していた、少々に遺族4人が捕まり、人質として拘束され、マクギャリーは、もし家畜が、翌日の正午までに返されなければ、これら4人は射殺しろと命じた。 少々に遺族はこれを無視してキャッシュバレーのさらに北に移動したので捕虜たちは射撃犯によって処刑されその遺体はベア側に投げ込まれたデザートニューズが見はこの処刑が少々に遺族をさらに敵対的にさせ報復を誓わせるだろうとの論説を載せたモンタナの鉱山キャンプとソルトレイクシティの間で荷物運搬業を営んでいた A1 このバーが 少々に遺族戦士団に襲われ、コナーに随行していた他の二人の男、すなわちジョージ・クレイトンとヘンリー・ビーンが殺された。この事件の後で、コナーがソルトレークシティに到着した時、デザートニュースの記者に、少々に遺族は、マクギャリー少佐とその部隊に殺された仲間の地に対して、恨みを返す決心をし、十分に報復できたとみなす時までベア側の北岸で、出会った。 白人すべてを殺すつもりだと告げた。この値のキャッシュバレー遠征は、モンタナ道で8人の鉱山市集団に起こった、出来事がきっかけだった。彼らは不運にも、フランクリンの北少々に遺族の主要な、冬の村からちょうど3キロメートル以内に入ってしまった。この鉱山市たちは、モンタナ道を下っていて、曲がり角を見過ごし、ベア川の西岸で沼地に突き当たり道に迷った。 川は水深が深かったので渡れなかった。隊員のうち三人が泳いで川を渡り、リッチモンドに行って入植者たちから食料や案内人を得ようとした。この三人が戻ってくる前に、残っていた隊員たちが少々に遺族に襲われ、わらわらのジョン・ヘンリー・スミスと何頭かの馬が殺された。リッチモンドの住人と三人の隊員が間もなく戻り、ジョン・スミスの遺体を見つけて、 リッチモンド氏の墓地に埋葬した。鉱山氏たちは、最終的に、ソルトレイクシティに向かった。その中の一人、ウィリアム・ベビンズがハンジ、主席判事ョン不気キニリの前に現れ、ジョン・スミスの殺害について、先制供述を行った。ベビンズはまた、鉱山から別の住人が、ソルトレイクシティに向かっている時に、スミスが殺される3日前に殺されたと報告した。キニ入は、 ベアハンター州長、ナピッチ及びサグウィッチの逮捕令状を発行し、順州保安官には、罪人であるインディアンを逮捕するために、コナー大佐の軍隊から助力を求めるよう命令した。この法的書類は確かに、コナーの動機を高める要因にはなったが、後に法的根拠はコナーが、少々に遺族に対する、遠征体を発するのに厳密に必要なものではないと、語った。 作戦前に陸軍省に宛てたコナーの報告書は次のようだった。私はここから 320km 北の地点であるベア川にいるインディアンの大集団の野営地に関する様々な情報を報告できることを光栄に思っております。少々に遺族はロッキー山脈東のベア川の鉱山からこの谷の野営地に渡って この冬の間に数人の鉱山師を殺してきました。このインディアンたちは過去15年間に山岳郵便配送路で移住者を殺してきたのと同じバンドの一部であり、かつこの前の夏に恐ろしい虐殺を行った主要人物と指導者たちであることを確信しております。冬季気候で雪が深いために軍隊が遠征するには向いていない季節ではありますが、 可能な限り彼らを成敗する決意でおります。この頃には、ダグラストリデに駐屯する兵士たちは役に立たなくなっていた。兵士間の規律のたるみに加え、小さな、反乱もあり、カリフォルニア志願兵の大半による、合同生願では、彼らの給与の中から3万ドル以上を積み立てて、 東部州に向かう旅費に見つる,るべきだとし、政治の茂みでた霧を囲んで投資したり領食を費やすより、南北戦争で裏切り者を打って、国のために尽くすために使うべきだ。ポトマック川に行って撃たれるという栄誉のためなら、この金を喜んで使う、と言っていた。この要請は、陸軍省が辞退した。1863年1月の大半、ダグラストリデの兵士たちは、 北の少々に遺族に対する長期遠征のための準備をした。コナーは到着した時に少々に遺族を吸収できるよう、その遠征を秘密にしておくことも欲した。このために、部隊を2つの文献体に分け、キャッシュバレーまで行く間に定期的に落ち合うこととした。コナーの狙いは、マクギャリーが、先の遠征で直面したように、少々に遺族が、 アメリカ軍の到着する前に移動したり、分散したりさせないことだった。この軍事作戦に対する反応は様々だった。ジョージ・エス・ミスは公式の末日聖徒イエス・キリスト教会の歴史の中で次のように書いた。コナー大佐はワシントン・巡州の近郊に至る道で移住者を殺してきたインディアンを絶滅させる決心をした。数日の間に北へ向かって 小さな文献体が出発していった。もしこの遠征が以前と同じことを繰り返すならば、友好的なインディアンまで捕まえて殺し、罪ある悪党はその山岳の隠れ場に残ってしまう、結果になる。一方、デザートニュースはその論説で次のように述べた。波の幸運があれば、志願兵隊は彼らを相当できるだろう。この地域社会は、 そのような集団すべてを除くことを望み、もし、コナー大佐が、平和で、法を守る市民の命をもてあそぶ、ろくでなし集団にたどり着くことに成功すれば、我々の義務を受けて、喜ばしいことになるだろう。ダグラストリデを最初に出発した部隊は、サミュエル・ W ・ホイト大佐が指揮する約80名の、不評中隊であり、15両の視聴者と2門の山岳流弾砲を伴った。 1863年1月22日に出発した。第二の部隊はコナー大佐自らが率いる220名の騎兵であり、1月25日に出発した。この作戦固有の命令として、コナーは兵士のそれぞれに40発のライフル銃弾と30発の拳銃弾を持たせるよう命令した。この作戦全体では1万6000発近い数になった。 さらに、榴弾砲には200発近い砲弾が準備された。偽装工作の一部として、騎兵は夜に行軍し、不評は日中に動いた。コナーには、元連邦保安官で、モルモン京都の石膏、オーリンポーターロックウェルがついた。1月28日の夜、ホイと大尉の不評隊が、フランクリン町近くに到着し、町の入植者たちから、食料補給を受けようとしていた。 少々人族三人を発見した。この少々人族は三つの袋に9ブッシェルの小麦を受け取っていた。少々人族を援助していた入植者、ウィリアム・ハルは後に次のように言った。我々は三頭の馬のうち二頭にそれぞれ三ブッシェルずつ乗せていた。その時見上げると南から近づいてくるアメリカ軍兵士を認めた。私はインディアンの少年たちにあそこに 特アシーズが来ている。お前たちは皆殺されるぞと言った。彼らは、おそらく、特アシーズも殺されると答えたが、三頭目の馬に荷を乗せるまで待たずに、馬に飛び乗り三頭の馬を連れて、遠くに消えた。これら少々人族が持っていた小麦袋は、後に、第三カリフォルニア志願兵隊が、翌日の進軍中に発見したが、これは明らかに、少々人族が、 や英知に戻ろうとしている間に落としていったものだった。コナー大佐はその夜にホイトと出会い、吸収を行うために、翌朝午前1時に行軍を開始する命令を出したが、その地域の石膏として、地元の入植者を雇おうとしたことで、実際には午前3時まで待つことになった。この軍事行動は、キャッシュバレーでも1年間で、おそらく最も寒い時期に起こされた。 地元の入植者たちは、ユタの北部でも通常ではないほど寒かったと言い,い、攻撃が始まった29日の朝は、氷点下30度だった可能性がある。何人かの兵士は、東証や国間に起因する問題にかかり、第三志願兵連隊は、ダグラストリデを出た時のおよそ3分の2の勢力しかなかった。 この作戦の間兵士たちに配給された食料の中には水筒に入れたウィスキーもあり、数人の兵士はこのウィスキーが攻撃前の夜に凍っていたと証言した。少々に遺族はコナー大佐の部隊と衝突する可能性を考慮し、いくらかの下準備を行った。その大半は上記リッチモンドの住人との出来事に近いやり方で、 周辺のモルモン教徒入植者たちから食料を集めることだった。攻撃の時に少々ニ族が持っていた武器の大半は様々な小ゼリアイで入手したもの毛皮罠漁師、白人入植者たちを呼び他のインディアン部族と交易したものあるいは単に長年にわたって世代を超えて受け継いだ骨董品だった。明らかにそれらはアメリカ軍が カリフォルニアシガン兵隊の兵士たちに発給していた、銃と比べて標準化されてもいないし、作りも良くないものだった。ベアハンターと、その他の少々に遺族州長たちは、まず一般的に守りやすい陣地を選ぶことに加えて、その宿営地周囲に防御的な手配を行った。柳の枝を編んで即席の遮蔽物にし、少々に遺族の陣地やその勢力を隠した。 またビーバークリーク東岸やベア川沿いには一連の射撃号を掘った。おそらく最も皮肉なことは、キニー・ハンジから逮捕令状が発行されていたサンピッチ州長が北西部少々に遺族のために急戦交渉を行う目的でソルトレークシティにいたことだった。サクラメントユニオンの通信員は預言者がサンピッチにモルモン教徒は キャッシュバレーの少々に遺族から10分に痛い目にあっており、さらに多くの血が流されるならば、モルモン教徒はアメリカ軍の立場に立ち彼らを助けるだろうと伝えたと報告した。コナーが戦闘に参加させる兵士の数を隠そうという偽装は成功したように見えたが、少々に遺族はこれらの兵士たちと直接、武装闘争に及ぶことすら予測していなかった。その代わりに、 交渉による決着の準備をし、州長たちがアメリカ軍の士官たちと話し合って理解に達することができると考えていた。マクギャリー少佐と第二にカリフォルニア機兵隊の第一部隊が午前6時に戦場に到着した。ちょうど朝日が山陰から現れた時だった。その時、気象条件と深い積雪のためにコナーが兵士たちを 戦闘体系に着かせるまでいくらかの時間を要した。少々に遺族宿営地から1 0トル地点の雪の吹き溜まりに遮られて、大砲が戦場に到着することはなかった。サグウィッチ州長は、その孫のモロニティンビンブーの証言によれば、アメリカ軍が接近してきた時に、あそこの尾根に何かが上がってきているように見える。雲のようだ。おそらく馬から発せられる蒸気だ。 おそらく兵士たちが話し合う時の蒸気だと言った。それから間もなく、この出来事の第一報が発せられた。当初コナーは、少々に族陣地に対して、正面攻撃をかけようとしたが、間もなく、少々に族からの反撃に圧倒された。カリフォルニア志願兵隊が直接の戦闘で被害を受けたその大半は、この最初の襲撃時である。コナーは一時的に交代して、 再集合させ、マクギャリーといくつかの小部隊を派遣して、集落の両側と後方から攻撃するように仕向け、不評の一応隊には、少々二族の闘争を阻ませた。約2時間後、少々二族の弾薬が尽きた。後のいくつかの報告によれば、戦闘の最中に何人かの少々二族が鉛を、いて、弾を作ろうとしているのが目撃され、 その手にイガを持ったまま死んでいる者もいた。少々に遺族選手たちの弾薬が尽きた時、戦いは急速に虐殺に変わった。戦闘が起こった場所。現在は史跡として登録されている少々に遺族が斧や弓矢を使い、アメリカ軍と死に物狂いで戦うようになると、兵士たちは自制も規律もすべて失ったように見えた。大半の者が殺された後、 兵士たちは、野営地に入って、少々に遺族の女たちを強姦し凌辱した。子供たちの多くも撃たれて殺された。ある場合、兵士たちは、赤ん坊のかかとを掴んで、奴らの脳みそを叩き出した。兵士に幸福を拒んだ女性は射殺された。一人の地元住人、アレクサンダー・ストーカーは、この時多くの兵士が拳銃を抜いて、至近距離から、 少々二族のもの数人を打ったと述べた。兵士たちは手に入れられるものの大半を寝入りに燃やした。特に、少々二族が寝ていた住居を燃やし、まだ中にいたものも、すべて殺した。少々二族の死亡者数は大変大きなものだったが、いくらかの生存者もいた。最も有名なのは、サグウィッチ州長であり、残った生存者を集めて、 そのバンドを生き残らせることができた。サグウィッチ州長自身は手に2発の銃弾を受け、馬に乗って逃げ出したが、乗っていた馬も撃たれて死んだ。最終的に谷を駆け下り、ある熱水線の近くでベア側に転げ込み、夜が来るまで木片に捕まって浮いていた。サグウィッチの息子。 ベシャップ・ティン・ビンブーは少なくとも7発の銃弾を、浴びたが何とかして生き残り、家族に救出されるまで生きていた。タイの他のメンバーは、ベア側の柳の子たちに隠れ、あるいは死んだふりをして生き延びた。アメリカ軍士官が、戦いは終わったと考えた後に、兵士たちはフランクリンに近い一時的な宿営地に戻った。このことで、サグウィッチ州長や、 少々に族の生き残りは負傷者を回収し、まだ生きている者の,のために火を起こすことができた。フランクリンの住民はその夜負傷した兵士たちのために、自分たちの家を解放し、他の兵士たちが寒さにさらされるのを避けるために、教会の集会所に毛布や干し草を持ち込んだ。コナーは、幾人かのフランクリン住民を雇ってソリを引っ張らせ、負傷兵をソルトレイクシティに連れ帰らせた。 カリフォルニア志願兵隊は5人の士官を含め27名を失った。少々に遺族の部隊は200名、ないし400名を失った。アメリカ軍当局は死者272名と報告した。デンマークからの移民ハンス・ヤスパーソンが1911年に書いた自伝では、死体の間を歩いて493体の少々に遺族の死体を数えたと主張している。 1918年、サグウィッチの息子、フランク・ティン・ビンブー・ワーナーは、当時いた者の半分は逃げたといい、156名が殺されたとしていた。さらに二人の兄弟と一人の義理の姉妹は、生きており、多くの者は後に、ユタ入植地の和シャキウィンドリバーカントリーのホール取り出打ちなど他の場所で、生活したとも付け加えた。多くのインディアンは、冬の間、 その幼い子供たちを白人入植者のところに置いて行くようになり、彼らの何人かは実際にモルモン教徒の家族となってキャッシュバレー初期に他の家族と一緒に写った写真が残されている。この戦いはキャッシュバレーとそれに隣接する地域の少々に遺族に最終的に重要な影響を与えた。キャッシュバレーの北部を モルモン京都入植者に解放したことに加え、アイダホ州南東部に、さらに入植地を開く踏み台も提供した。モルモン京都とコナー大佐との間の摩擦は、さらに何年も続き、ユタ順州内でヒモルモン京都に対する嫌がらせの告発や、コナーが、ユタの中に工業を始めようとしたことに対する、モルモン京都による批判があった。 サグウィッチ州長とその多くの部族員は、モルモン教徒とさらに正式な同盟を結び、彼らの多くが洗礼を受けて、末日聖徒、イエス・キリスト教会に入会した。サグウィッチ自身は、メルチゼデク司祭職における、長老職に助任された。最終的にこの部族員は、少々に族州長の名前を冠したユタ州アシャキーの町を設立するのに貢献した。 少々に族北西部のタイに残っていたメンバーは、末日生徒、イエス・キリスト教会の公園で、農場や家を建設し、その子孫は、大半が、教会の本流に集約された。この入植地に関わることのなかった、少々に族は、ホールトリデ・インディアン保留地に移り住んだ。コナー大佐とカリフォルニア志願兵隊の方は、出版された、新聞記事によれば、 ダグラストリデやさらにカリフォルニア州の出身地の住民によって英雄扱いされた。この軍事作戦の直接の結果としてコナーは少々の位に昇進した。コナーは南北戦争の残り期間インディアンに対する作戦を継続し、その中でもスー族とシャイアン族に対するパウダー側遠征と呼ばれるものが著名である。 ユタ州入植者の娘たちによって建立された記念日ベア川の虐殺史跡はアメリカ国道91号線近くにある。この地は1990年にアメリカ合衆国国定歴史史跡に登録された。ありがとうございます。